皆さん一言で丸一日を変えてしまう言葉は何かしてます？答えはラムです。はい、ラムのね歴史第2弾いきます。第1弾がちょっと時間経ってるんでおさらいから始めますね。前回はサトウキビがどっから来たかっていう話をして、パプアニューギニアからこう何千年かけてヨーロッパに来たっていう話をして、それでヨーロッパ人、まあ、コロンブスとかね、ヨーロッパ人がこう近場で植民地でサトウキビを育ててヨーロッパに売りたいなっていうのを話しました。で、ね、でコロンブスが初めてこう、まあ、ヨーロッパ人として新大陸発見、みんな到達っていうんだっけ、まあ、知らなかった土地を発見した時にもうすでに元々インド行く予定だったからサトウキビ持ってってこう植える気満々で来てたらしいんですね。って感じです。だからもう最初からラムを作ろう、ラムみたいなものを作ろうっていうのはプランに入ってたらしいですね。はい、でその後の話をします。有名な本があって Guns, Germs and Steel っていう本、日本語だと鉄、病原、あ、銃、病原菌、鉄っていう本がありまして、まあ、どんな本かというと、なぜメソポタミアとかヨーロッパの人が世界を征服できたのかみたいなのをこの3つで語ったっていう本があるんですけど、これがまあ結構ここで起きたんで、ね、16世紀はもうほぼスペインの時代といって、太陽が沈まない国とかさ、聞いたことありません？あれがね、この時でスペインがこれでアメリカ中南米カリブ海をほぼ全部手に入れたんですね。まあ、有名な話がコルテスっていうコンキスタドールが5000人でアステカ王国テノチティカ、これ今のメキシコシティ5000人で落としたとか、まあそういう逸話があったりとかしたんですけど、本当はまあほぼこれですね。ほぼこれ、もともとその植民地をこう土地を取ったれっつっていう人たちはこう来るじゃん、来てこう島にこう乗り込んでって、先住民の人がいるでしょ、先住民の人をとっ捕まえて先住民の人を奴隷にして働かせる予定だったんですね。だってもう人がたくさん住んでるから行って、おいお前ら俺の言うこと聞けみたいな、殺すぞみたいな予定だったんですけど、でもこれのせいで天然痘とかね、ハシカとかインフルエンザとかアメリカにはなかった病気、ヨーロッパではもうね、たくさん起きてた病気が入ってきちゃって、それでもう免疫力がなくて 90% ぐらいはそれで死んじゃったらしいんですよ。ほぼ全滅みたいな、入ってきてんのに労働者がいない、で白人自分で働きたくないから、だから連れてくるしかねえってことで、だからこうアフリカから奴隷を連れてくるんですよ。それが三角貿易っていうね、やつもちょこっと話したから前は。で、その三角貿易にラムもむちゃくちゃ含まれてたんですよ。ラムでラムと奴隷交換するとかね、起きてたんですよ。だからまあこの三角貿易の一役をかなりの部分でラムも担ってたという話になります。で、まあ16世紀ほぼスペインの時代で、まあ1588年にアルマダの海戦って あるじゃないですか、ドレイク船長とかさ、エリザベス女王とか、ね、あって、まあその時にスペインの無敵艦隊をイギリスが破ったところ で、まあ、世界史の授業で、まあ、ここからイギリスと、まあ、オランダの時代になっていくよみたいな話になるんですけど、アメリカを限って言えばスペインの
力ってめちゃくちゃ強くて、ジャマイカ、まあ、イギリスが勝ったんだけど、イギリスはアメリカの13植民地と、こっちでこの辺はもうバルバドス、ガイアナ、ジャマイカくらいしか持ってないんですよ。もうちょこちょこちょこっとしか持ってないですよ。これ全部残り全部スペインだ。フランスになった時もあるけど、ワンチャンワンチャンフランスになった時もあるけど、キューバ基本スペイン領だったんですね、ほぼ。でこれだって南行ったらもう南アメリカほぼスペインですよ。で17世紀は、まあ、一応海賊って書きました。一応海賊、パイレーツ・オブ・カリビアンとかさ、海賊王になりたいな、ならなくちゃみたいな感じで、海賊が一番有名だったのがこの時期なんだけど、実は海賊はラムよりもブランデーの方が好きだったっていうちょこっと逸話が、あれあって、ブランデーの方が美味しいもん。ラムはね、この時まだ作ってて、もうこの時は作ってんだけど、まだね、そんな美味しくない、美味しくなかったみたいです。だって残り物カスから作ってるからね、残り物から作ってるからさ、まだあんま美味しくなかったらしいです、ね、まあ海賊の時代として書きました。で、まあ18世紀になってくると、イギリスの力がだんだんだん強くなっていって、で、あの詳しいこう移り変わりとかやんないですけど、もっと力が強くなってくるんですね。この幅を利かせてくるんですよ。で、まあ一番最後の方でもアメリカ13植民地が独立とか、フランスがあのフランスレボリューションとかなっていきます。スペインはもうこの頃そんなに力もないんで、19世紀に入ったらもういろんな国がスペインから独立をしていきます。メキシコはフランスから独立したのかとか、まあベネズエラ、コロンビア、パナマ、この辺、あとまあ、 あの南米諸国がどんどん、チリとかペルーとか、ペルーは、まあ、ペルーはもうちょっと後だったかな、がどん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 スペインから独立して自分たちの国を建てていきます、ね、で、カリブ海、この島々が独立始めるのは結構遅くて、20世紀に入ってからとかが結構多いんですね、うん、1960年代とか80年代とか、そんなになってまで独立しない島が多かったそうです。なので、まあ、最後はカリブ海と書きました。で、まあ、大体このエリアはスペインが一番影響力が強くて、で次がまあイギリスかな、で次がまあフランスと、あとまあオランダも一応植民地ちょこちょこっとあるんだけど、オランダはそんなにあんまりなかったね。オランダもっとアジアね、アジア、インドネシアとかね。なので当時植民地の宗主国だった国によってラベルのこの表記がね変わってくるんですよ。これちょっと面白いですよ。あの、もともとスペインだった国が作ったラムはロンって書きます、ラベルに。これとかロンでパナマって書いてあるじゃん、ロン、R-O-N って書きます。で、もともとイギリス植民地だった国はラムって R-U-M って書きます。これとか Traditional Jamaica Rum って書きます。で、最後にほとんどフランス植民地だったところは R-H-U-M フランと書きます。これとかね、RHUM と書きます。で、まあ、他にも、まあ、独一の名前つけたりとかもあるんで、そこからもうちょっとね、あの複雑になっていくんですけど、基本的にはこんなあのラベルの違いがあります。だからこうパッと見た時にローンって書いてあったら、これはもうスペインのとこだ、植民地のあれだなとか、 RHUM だったらフランス系かとかが、まあ、ラベルから分かるよっていうことです。ね。
い、じゃあ、あの10カ国選んだんでちょっと時間かかるかもしれないですけど、一個一個説明していきますね、うん、このエリアって本当に国が何いくつもあるし、それぞれの歴史があるからちょっとね、うん、場所によって違うんですよ。でラムも場所によってこうスタイルが違ったりとかもするから面白いですよ、うん、なるべく早く済ませますね。ニカラグアはラムではそこまで超有名って国じゃないんですけど、一つ有名な会社があってフロリダカーニャっていう会社があって、でかなりまあクリーンなスタイルのラムを作ってます。でフロリダカーニャはねアメリカで結構人気で、僕 あのバーであのウェルドリンクってあるんですよ。あの何にもこう銘柄言われなかったらハウスで使ってるやつがあるんですけど、フロリダカーニャ使うバーテンダーが結構多いですね。クリーンでベーシックな味で、まあ、値段も安いからコスパがいいということでよく使われてます。次パナマ、パナマは僕の好きなそのクリーンなラムがあります。パナマパセフィックっていうブランドですね。これ本当にねむちゃくちゃクリーンな味のラムで、あのいい意味でウォッカっぽいんですよ。いい意味で味がこうすごいクリアなんだけど、ちょこっとナチュラルな天然のあのナチュラルな天然のサトウキビの甘さがあるんで僕は好きで、これベースカクテルベースにすごい使えます。あとはねロンアブエロっていうブランドとかもあります。ロンアブエロはもうちょっとあの濃い感じのロックで飲む感じのやつを作ってます。コロンビアを飛ばしまして、ベネズエラはね、あの今僕ないんですけど、僕の好きなラムの一つ、ディプロマリコっていうブランドがありまして、あとはね、パンペロっていうブランドがあって、両方とも結構あの樽が効いてて、あのバニラ系の結構ちょっと甘めではあるけどロックでこうチビチビ飲みたいようなラムで美味しいです、うん、コーヒーっぽい感じもします。両方美味しい。ディプロマリコはねリゼルバっていう黒の瓶のやつがねあのコスパ最強ですね、うん、こちらだと 30何ドルぐらいで買えちゃうんでめっちゃ大きいです。はい、ガイアナはイギリス領でした。でガイアナは一つ特徴がありまして、デメララ川って川があるんですよ。デメララリバーっていうあの川があって、その川沿いの土地がすごいあのサトウキビの栽培に向いているらしくて、サトウキビのむちゃくちゃあの名産地なんですね。なのでもちろんラムもうまいということなので、一番有名なブランドはエルドラド、黄金の都エルドラド。これ面白いよ。あのこれデメララって書いてあるんですけど、下がラムでしょ、 RUM でしょ、その下に RON ロンと RHUM ラム、この3つラムロンラム3つ書いてある、パンパンパンって。こういうラベルもありますね。まあ一番メインはラム RUM だけど、これはねこれは安めのカクテルに使うあのバニラ系のカクテルを使いこう味を出したい時に使うやつなんですけど、この会社はあのスティル蒸留機を3つ確か3つだったかな持ってて、それその個別で作ったものをこうエイジングしてこうリミテッドリリースみたいな感じで限定商品みたいな感じで、なるべくね英語をこう横カタカナ使わないようにしてるんですよね。この限定商品を発売することが多いんですよ。であの違うタレタル
バーボンカスクだとかシェリーカスクだとかそういうのでこうフィニッシュシェリーカスクフィニッシュとかものいろいろね挑戦していろんなことをやってます。なのでね1回 3年くらい前にあの僕のその業者の人が持ってきてくれたんですよ。で何個あったかな15種類くらいはあった、15はあった。そのこれはなんたらかんたらのフィニッシュ、これはなんたらか、これ12年前、これ15年前、これ21年前で、これ全部飲んでその日はむちゃくちゃハッピーでしたね。半分浮かびながら血を出しました。エルドアル、ガイアナ、ガイアナ他にはレモンハートとかね、あとねハマトン、ハマトンレゼルとかねありますね。はい、じゃあ次行きましょう。次はキューバ。キューバまあ有名なものがねありますね。ハバナクラブね。ハバナクラブ日本では全然メジャーでどこでも手に入るラムだと思います。うん。アメリカでは手に入りません。というのはあのキューバが60年にあのキューバ革命で共産党国になったの時に貿易が遮断されたのであのキューバのものはアメリカに入ってこないのでキューバのラムもアメリカに入ってこないんです。で今ではその貿易がこう緩和されてるんだけど普通にこう行くこともできるんですけど次に話すひょんなことでアメリカではきっとハバナクラブは手に入らない、まあ、ハバナクラブって店でも見かけたことあると思いますけどそんな高いラムじゃなくてでまあ普通に飲みやすいなのでカクテルのベースによく合うようなやつですね、うん、モヒートとかねモヒートキューバ発ですかね。あとダイキーとかねダイキーキューバ発ですかね。あとヘミングウェイダイキーとか、ね、ヘミングウェイ関係とかカクテルのベースに向いてるラーメンですね、うん、H のやつも美味しいですね。7年とか美味しいです。普通にはい次はどこだ。次これ飛ばしてプエルトリコね。プエルトリコは一番有名なのはやっぱりバカルディでむちゃくちゃでかい会社多分ラムの会社では多分世界一だと思います。世界一シェア多分分かんないトップ2ハバナクラブとバカルディトップ2ですね 100% でバカルディあんまり見てる人たくさんいないはずなんでバカルディのこう悪口を今からバラしますと悪事を黒歴史をバラしていきますとバカルディはもともとキューバにあった会社です。で、まあ、キューバはスペインの植民地なので親会社はもちろんスペインの豪族ですね。豪族だったんですけどバカルディはねキューバだけじゃなくてバルセロナにも作ってたし他のプエルトリコでも作ってたし他の確かどっかでも工場がねあったんですよ。いろいろちょこちょこと多国籍企業みたいな感じだったんですね。もともとね、まあ、本拠地はキューバだったんですよ。でキューバであの共産党になる革命が起きたからもちろん金持ちは逃げるじゃないですか。大富豪は豪族が逃げた本当に、ね、もうやってられっかっつって俺は金が欲しいんじゃいっつってビジネス逃げたんです。でプエルトリコに本社を移してその時にハバナクラブからこうなんかレシピとかもなんかパクったらしいんですけど、まあ、それは置いといてあのプエルトリコに本拠地を移しました。でプエルトリコ、まあ、その後アメリカと合併しますからアメリカの一部になるからアメリカにラムが売れるとねバンバン売れるということであの元のキューバから出してビジネス的に成功したっていう会社です。はい。それだけだったらよかったんですけど、それだけだったらまだ、あ、
まあ抜け出してビジネス成功させたんだなって、ああオッケーだけど、事実確認を70年代だったかな、80年代だった、ちょっといつかまではちょっと忘れちゃったんだけど、あのアメリカである商標登録を取ったんですよ。トレードマークはね、特許を取ったんですよ。その名前がハバナクラブ、ハバナクラブっていう商標登録をアメリカでバカルディが取ったんですよ。でもちろん揉めるじゃないですか、バカルディ、ハバナクラブがおいお前、俺の会社と全く同じ名前の商標登録アメリカでしてんじゃねえよっつって怒って訴訟になって、でハバナクラブが負けたんですよ、バカルディが勝ったんです。だからバカルディが商標登録したハバナクラブっていう名前がバカルディのものになりました。なので今ではこう貿易が緩和されてる状況なんだけど、ハバナクラブが今アメリカにハバナクラブを売ろうと思ったら、ハバナクラブってつけちゃいけないんですよ、別の名前にしないといけないんですよ。もしくはバカルディにめちゃくちゃ金払って使わせてくださいって言うしかないんですよ。終わってないこれ。バカルディ他にもね、ザ・バカルディカクテルっていうカクテルを考案して売り出して、でニューヨークのバーとかでこうバカルディカクテルとかって出すじゃないですか。でその社員がこうチェックしに行って、あ、お前バカルディカクテル釣ってるけどお前別のブランド使ってるやんけ、訴えたろっつって、で訴えたりとかやって、気をつけて。はい、話結構逸れたんで戻しますね。まあそんな感じで、まあバカルディね自体はね別に美味しいっすよ。あのね8年ものは美味しい、8年ものは普通に美味しい。あとはまあなんかいろいろやってます。うん、8年ものは美味しいです。じゃ次行きますか。次戻ってジャマイカ、ジャマイカじゃないか、ジャマイカ僕の個人的なフェイバリットカントリーオブラムなんでして、僕が個人的に気に入っている国の一つでありまして、ジャマイカはね一番有名なのはアバトンエステイトっていう会社だと思う。ちょっとなんかこんな感じのボトルのやつなんですけど、あれが多分一番有名かな。うん、あれはねもっとフルーティーでね飲みやすくて美味しいです。うん、でもジャマイカのラムはこれなんですよ。超ファンキー系がうまいんですよ。もう蒸れたバナナみたいな香りがするんですよ、これ。濡れた靴下とまではいかないけど、バナナ、なんか熟れたバナナの匂いがするんですよね。で、口当たりもすごいファンキーで、ジャングルみたいな味がするんですよ。蒸れたバナナ、熟れたバナナ。熟れたバナナとジャングル。超美味しいよ。僕の好きなブランドはスミス&クロスっていうブランドで、これはねネイビーストレングスラムで、イギリス海軍用のラムで、もともとはで大概ネイビーストレングスって書いてあるときはアルコール度が高い、これは 57% です。 57% ですよ。これなんかねカクテル作るときに他のラムをベースにしてこれをちょこっと入れるとそれだけで本当になんかちょびっとしか入れてないのに味がこう追加されるんですよね。だからねカクテルでも結構使えます。これのみでやるともううわーってなるけど、ちょこっと入れるとあなんかまたなんか変ななんか複雑味がある、みたいな感じになるんで、バーテンダー的にはおすすめです。で次こうハンプテンエステイトね、これねハンプテンエステイト、彼らは自分の会社としては結構ずっとついてるんだけど、ボトル自体は出してなかったんですね。他のそのブレンド会社とかに売ってたんですよ長らく。
でこうインポーターが目をつけて、あ、これ自分たちののみのラム出してみましょうってなって出したのが結構もう結構数年前で、結構最近で、めちゃくちゃうまい。これこれね、ウイスキーオンザロックでこう飲むとウイスキー飲んでるみたいなんだけど、もうねちょっとね待てないんで飲みますよ。ウイスキー飲むみたいにこう樽が効いてこうスパイスとかもあるんだけど、甘みもあって、でなおかつ酸味があるんですよ。これ酸味だからね、それウイスキーにはない酸味なんで、ウイスキードリンカーにおすすめですよ。これ超うまい。マイル、はい、これジャマイカでした。ファンキーラムね。じゃあ次行きましょう。あ、バルバドス。次こう飛んでバルバドスの話しますね。バルバドスはラムの一番古い会社がバルバドスにあります。これはあのマウントゲイっていう会社です。でバルバドスは小さい島なので、あんまりそのたくさん作ったりとかじゃないし、ダムで有名だったこともないけど、あ、国旗がね、国旗がマセラッティに似てるあの、まあ、あのネプチューンのトライデントなんだけど、ネプチューンってお笑いさんトリオじゃない。あのバルバドス話を戻すと、昔からラム作ってるんで、こういう現象が来ます。あのモノカルチャーって言って、1個の作物をこう植えて、それを植え続けると土地が痩せていくんですよね。そういう現象が起こったんですよ過去に。で昔はもう使い捨てだから、あ、この土地はもうこの土地はもうダメじゃ、燃やすしかねえみたいな感じになって、ナウシカか、元ネタがこっち移ってみたいな感じ、こう使い捨てラムプロダクションみたいなのを昔はやってたんですよ。最終的にジャマイカとかキューバとかにこうたどり着いていって、あのサトウキビ植え始めたらむちゃくちゃよく育つって、ね、土地がいいらしくて、で国土も結構まあ広いし、なのでラム作りはこの辺で完成された感じみたいです、うん。まあ、でもまあ今でも作ってるんで美味しいですよ。最近ねブレンダーが変わったらしくてね、友達が働いてるんで情報なんですけど、結構またなんか女性のマスターブレンダーになってすごい美味しいらしいです。じゃあ申しまして、フランス植民地、フランス植民地ってあんまないんですよ。この3つと、あとね、あのこの辺にちょこちょこっとあって、あとハイチが元フランス植民地あった。まあこの辺、このルイジアナとか持ってた時もあったけどね。でもルイジアナ別に中そんなに行ってたわけじゃなくて、本当にニューオーリンズの周りみたいなくらいしかなかったんで、あんまりないんですよね。っていうのはフランスの海軍ってしょぼいんですよ。フランスの海軍は海軍がないから、こう占領してもこうなんか反旗翻されたらこう力で抑えられないんですよ。貿易のみみたいな感じで、はい、こう3つの島があって、グアダループ、マルティニーク、サンルシアっていう3つのフランス領だった国がありまして、島がありまして、こういうのを作ってます。ラムアグリコール、これラム、ね、R-H-U-M で、アグリコールっていうスタイルのラムを作ってます。これは何が違うかと言いますと、あの普通のラムはモラセスって言って、あの残りカスから作るんですよ。砂糖きび絞って、それを粉、角砂糖、普通の砂糖を作る段階でこれ以上固体にできないっていう、こう残りカスがあるんですよ。
残り汁、残り汁液体を使って作るんですけど、これはあのもっと高級志向を目指して作ったんで、これはあのサトウキビのジュースから作ります。サトウキビをこうあの伐採してこうジュースをガーッて絞って、その絞ったジュースを醸してあの蒸留すると。で結構細かくあのサトウキビ収穫したら何時間以内に絞って、何時間以内にこれをやって、何日以内にこれをやってとか、結構ね細かいあの制約があります。面白いでしょこれね。もうちょっと時間があれだけど、ちょこっと説明するとこれなんでこれこんなことするかっていうと、あの負けてるんですよね、他のこう他ほど作れないんですよ、ラムを。まず1点でしょ。で入ってきたのが結構遅いんで、この頃にはもうヨーロッパで天才っていうあの作物があって、そこから砂糖が取れるようになったんですね。こう初めて考えた人、天才ですよね。その天才が現れて、ヨーロッパに砂糖の需要がこう減ったんですよ。こっからいちいち仕入れなくてもヨーロッパで作れちゃうから、だからあ、それだったら砂糖を作るよりもラムを、高級なラムにこうラムをグレードアップしてラムを売ろうっていうことになって、でこういう、こうクオリティを上げるためにこういろんな、あ、じゃあこれ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 ってやりだしたんですよ。フランスなんかこう一定のスタイルになります。で味はどうかというと、かなりファンキーです。あのジャマイカのラムみたいにバナナっぽい匂いがします。で結構もう個性が強いです。で僕は大好きですけど、まあ人を選ぶって感じです。これもね、あのスメテンクラスみたいにちょこっと別のラムに混ぜると、あの複雑味が増して、すごいカクテルでもちょこっとおすすめです。これこのラムネゾーンはね、そのうち近いうちビデオやります。これで唾液に作るビデオやります。で一番最後、ハイチは別にラムで有名ってわけでも何でもないんですけど、ちょっとあのカリブ海のこの歴史でちょっと特別な立ち位置なので、一番最後に持ってきました。ハイチはアメリカが独立したのが1776年、まあ、独立戦争がね、でフランス革命がそのちょこっとはすぐ後なんで、もう1808年とか1800年の初めにハイチが独立するんですよね、フランスから。でその時フランスはフランス革命とかのぐちゃぐちゃがあったんで、あのその独立運動鎮圧できなかったんですね。もうなんか独立させちゃったんですよ。それを見て他の国たちも、あ、俺らもじゃあ独立しようとか言って言い出して、こう独立運動を起こすんですけど、ことごとくスペインはこうあの海軍強いですから、スペインにこう潰されるんですよ。バン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 潰される。でもハイチはフランス領だったから独立できたんですよ。よかったじゃんって思うじゃないですか。でも他は全部ヨーロッパの植民地の中で自分たちだけ独立を果たしたっていうことで、まずフランスはあの恥ずかしいじゃないですか。あのお前らなんか自分の所有物の世話ぐらいできねえのかみたいな、お前しょぼいなみたいな、自分らのその奴隷をコントロールしとけやみたいな感じで他からこう指さされるから、フランスはこう疎ましいんですよ。それが恥ずかしいんでしょ。だからフランスはシカトしました、ハイチを。ほっておきました。他はキープしたんだけど、他の国もハイチと、まあ
貿易したら、まあ、フランスの面なんか、まあ、対面もあるし、こう白人同士でこうあの貿易したのに現地人と貿易なんてしたくねえよみたいなのも風潮もあったり、こう差別的な意味でね、うん、もろ差別的な意味で風潮もあったし、だから他の国、他の島からもシカトされたんですよ。放っておかれたんですよ。自分たちで何とかするじゃない。他誰も助けてくれないのがもう何百、もう200、300人ぐらいついてたんで、どうしようもなかったんですね、ハイチは。で、最後に20世紀中盤に、もうパパドクっていうものすごい人が現れて、ものすごいことになってしまい、さらにものすごいことになっちゃいました。本当に残念ですね。はい、じゃあラムと何の関係があるのかという話をしますと、ラムを作ってるんですよ、もちろん。で、何を作ってるかというと、クラレンっていうものを作ってます。クラレンっていうのは彼ら の, あのラムね、名前、彼らはラムをクラレンって呼んでるんですよ。メキシコではラムのことをチャランダって呼んだりとか、あとまあ国によって呼び方が違うじゃないですか。ハイチはクラレン、クラレンって呼んでるんですけど、これがね、あの結構もうつい最近再発見されたんですよ。誰もハイチに行こうと思わないし、ハイチと貿易したいと思わないから、貿易してもうまみがないし、こうしょぼい何もうまみがないんで、今日もだよ、今日の時点でも。なのでこう放っておかれてしまった国 ではあるんですけど、あのこれの同じインポーター、このインポーターがハイチに行った時に、彼らがどうやってラムを作っているのか見たんですよ。このもうね、この部屋の半分ぐらい、本当の狭いスペースで、もう手作りの自分でこうつなぎ合わせて作ったような蒸留機を使って、まず裏山に芝刈りにサトウキビを取りに行きます。で、そのサトウキビは品種改良されてないものです。他はもうプランテーションでやってるから、もう簡単に育つようになってるけど、これ昔もうこの時点でこう植えられた同じ品種を使ってます。昔の品種を取って、こう地元のとこに持ってって、コアップでこうジュースを作りますね。で、ラムじゃないサトウキビジュースを作って、それ持って帰って、で自分の部屋でこう醸す。で、醸したものを自分が手作りした蒸留機で蒸留する。で、できたものはもう携帯とかプラスチックのこう容器にガーってこう入れて、ボトルも何もない、パッケージも何もないものに入れて、で、ブツブツ交換とか、あの食べ物と交換とか、なんかと日用品と交換とか、もうブツブツ交換のレベルで今でもやってます。で、これは彼らが、インポーターが行って4か5個ぐらいのところとか契約して、そこからまあお金で買いますよと。で、自分でこうパッケージを作って売ってます。これ面白いのが、本当にあの生の素材の味がこう全面に出てきて、ものすごい野生味があるんですよ、これ。だからすごいユニーク、複雑でもあるし、うん、だからね、もうラムだけどラムじゃないみたいな感じなんですよ。で、テキーラ、メキシコってテキーラがあるじゃないですか。で、テキーラじゃなくてメスカルってあるじゃない、聞いたことありますかね。メスカルっていうのはテキーラが狭いカテゴリーだったらメスカルは大きいカテゴリーなんですね。もともとメスカルっていうものを作ってて、そのうちの一つがテキーラなんですけど、メスカルはいろんなあの材料を使えるし、いろんなこうやり方、このスチールを使うとかこのスチールを使って、昔ながらの方法であの作ってるんですよ。それが
ハイチのクラレンなんですよ、ラムの場合は。本当に昔ながらの原料を使って、昔ながらの、あのプロセスで作ったもの、本当に 手作りなものを作ってて、これが今ハイチに行かなくても手に入る時代になりましたので、日本で売ってるかどうかわかんないですけど、もしクラレン見かけたらぜひ試してください。きっとこの会社だったら絶対あの買ったらハイチの助けになりますんで、うん、でむちゃくちゃ美味しいね、これ超美味しいですよこれ。ラム好きだったらね、もうこれはね絶対試した方がいい。で最後、まあ、ちょっと宣伝になりましたけど、こんぐらいにしますか。次回はねアメリカの話をします。アメリカでラムってあんまり聞いたことないと思いますけど、昔はねラムめっちゃ作ってたんですよ。だからアメリカのラムと、ラムとカクテルの話を次はします。なので、まあ、今日なるべくこの恥深いを終わらせたかったので、ちょっと長めになっちゃったかもしれないですけど、ありがとうございました。もしラムが解決できないものがあれば、それはラムが足りてない。